株式会社、オートヤホールディングスは、株式会社、オートヤ及び海外で飲食店事業を行う、他の事業会社の運営を行う、持ち株会社。また、株式会社オートヤは、和食を中心とする外食チェーンストアを運営する、企業である。家庭料理を意識した和定食などを提供する、オートヤご飯どころの、全国チェーン展開などを行う。 セントラルキッチンを持たず、各店舗で調理して提供するシステムで、ファミリーレストランなどいわゆる手作り調理で、他の外食チェーンとの差別化を試みていたが、業績低迷に伴いカット野菜を採用していたり、TOB によってセントラルキッチン導入を予定している。1958年1月、三森栄一が東京、池袋駅東口に大戸屋食堂として創業。 のりつくだにのボトルキープができて、白飯だけのオーダーでも食事が可能な貧乏学生、雇用多市の安めし屋として人気を博した。1983年5月に三森組が株式会社音トを設立。1992年に吉祥寺店が火災で全焼したが、建て直しの際、おしゃれな定食屋というコンセプトに路線変更したところこれが当たり、囲碁急成長した。 2010年3月、実質的な本社機能を、新宿区岩戸町から、三鷹駅資金の武蔵野市中町に移転し、陶器町の本店所在地も、同年7月1日をもって移転した。2011年に、持ち株会社化。株式会社大戸屋分割準備会社に、日本国内の飲食店事業を分割し、同年7月1日に株式会社大戸屋に社名を変更。 元の株式会社オートヤは、同7月1日に株式会社、オートヤホールディングスに社名を変更した。三森社長の重定にあたる久保田健一が社長に就任。2013年に、オートヤ参院管理有限講師を完全子会社化。大阪証券取引所の現物市場の東京証券取引所への統合に伴い、東京証券取引所ジャスダックに上場。 2017年に、久保田健一が株式会社大戸屋、代表取締役会長に、山本久也が同取締役社長に就任した。2018年に新業代、囲み食卓1号店を大戸屋創業の地である池袋に出店した。ポイントサービスは従来ポンタに加盟していたが、2019年4月1日より、楽天ポイントカードに切り替えた。 2020年8月、オイシしくすら、第一と業務提携。2020年9月9日付で、株式会社コロワイドより、同年7月10日から実施していた、オートヤホールディングス株への公開買付けが9月8日を、もって成立したことが発表された。コロワイドは、取締役の交代を求めて、臨時株主総会の開催を請求。 同年11月4日に行われた株主総会にて、コロワイドが提案した、従前の取締役11名中10名を解任、新たに7名を選任する議案が、承認可決され、久保田健一に代わりコロワイドの倉人健二が、代表取締役社長に就任した。この取締役派遣を受け、コロワイドは、オートヤホールディングスの親会社となった。 なお2020年9月末時点において、同年度上期の売上減少及び、減損損失形状により債務超過となったため、2021年2月に、コロワイドを引き受け先とする優先株式での第三者割り当て増資を行い、債務超過を解消した。また2021年2月には本社及び、本店所在地を、武蔵野市中町から横浜市西区北幸に変更した。 店舗数は2020年3月現在、直営147店舗フランチャイズ200店舗、海外直営15店舗、海外フランチャイズ101店舗。日本国内では、秋田県、徳島県、香川県、愛媛県、宮崎県、鹿児島県を除く、都道府県に出店している。鹿児島県ではかつて、鹿児島市のスクエアモール、鹿児島ウスキに出店していたが、 2018年9月末で撤退して県内から店舗が消滅した。香川県も2020年2月末に、夢タウン高松県の閉店をもって、フランチャイジーのありがとうサービスが FC 契約を終了したため、県内から店舗が消滅した。店舗網は東日本が主体で、西日本には少なく、特に関西圏は味の思考の違いや同業他社との競合などで、 店舗数は少ない。2011年3月には銀座に進出するなど都内各地を中心に出店を続けている。店舗の大半は首都圏1と3県に集中するが愛知県、沖縄県、北海道に10店舗以上が出店しており関東地方以外にも店舗が多い地域がある。ショッピングセンター内店舗や郊外のファミリーレストランタイプの店舗を除き ビルの地下や2階の店舗が多く1階にはあまり出店していない。これはテナント賃料節減のためと男性が中心の客層となる行列に混じって並ぶことに抵抗があるという女性客に配慮しているためとされる。全店舗で終日全席禁煙となっており、電子タバコ、無煙タバコなどの使用禁止も明示している。支払い方法は前払いと後払いの店舗が混在している。 海外店舗は2018年1月現在、ニューヨーク3店舗、タイ44店舗、台湾32店舗、香港4店舗、上海5店舗、インドネシア9店舗、シンガポール3店舗、ベトナム1店舗。チキンか、アサンに定食提供される料理は、和風の定食メニューを中心に、日本のいわゆる家庭料理風のものが多い。長年の看板メニューが、 特選オートヤランチである。キャベツスライスやサニーレタストマトブロッコリーの生野菜を土台にコロッケと鶏肉の竜田揚げを並べ中央に目玉焼きを盛り合わせたもの。2019年4月23日のメニュー改定時に廃止されたが売り上げ急減などを受けて同年10月1日にメニューに復活したものの価格は税込み70円の値上げとなる790円となった。 他に人気メニューとしてチキンかアサンに定食がある。チキンカツを醤油ベースのタレに大根おろしを加えて人参やジャガイモなどの根野菜と一緒に鍋で煮込んだもの。一般にはみぞれ煮と呼ばれるものである。アルミ鍋で煮込み、さらに上から大根おろし、なめたけ、水菜をかけて提供される。定食メニューにはメインの惣菜の他にご飯と味噌汁。 おしんこがセットされるが、惣菜単品での注文も可能である。どんぶりものとうどん、または、そばのセットも、それぞれどん、うどん、そば単品の注文が可能である。ドリンクバー、エスプレッソコーヒー、和のテイストの季節のデザートが用意されている。またビールなど、種類もある。テーブルにはご飯に振りかける、ごま塩などが置かれている。2008年5月16日のメニュー改定より、 ご飯の大盛り料金が無料に変更となった。2002年頃より炭火での調理を一部店舗で試験的に開始、1年余りの過渡期を経て順次全店に導入され、全店舗の標準となった。それと同時に従来は炭火調理可能店舗での未炭火で調理されていたメニューがの炭火焼き定食など炭火焼きを挿入する形で解消されている。また使用する炭も、 タイへの出店を機に現地の東タイネットワーク社から植林したユーカリタンを仕入れ二酸化炭素等の発生を抑え環境にも配慮した企業努力を行っている。その観点から日本で使用する炭は体制にシフトすることになった。二0 1三年八月二十日に東京都新宿区の大戸屋ご飯所新宿安国通り店で洗浄のため漂白剤希釈液を入れて店内に 置いていた休茶ポットをお茶が入っているものと間違えて従業員が客に提供し、この客が漂白剤を飲んでしまうトラブルが発生した。これを飲んだ客から強い違和感を感じたとの訴えがあり、病院で診察を受けた結果、数日の安静が必要と診断された。岐阜県各務原市及び美濃加茂市に大戸屋の店名にて大戸屋とほぼ同一業態を持つ。 飲食店が存在した。この2店舗は、開店当初は、大戸屋ご飯所か上ヶ原店、大戸屋ご飯所、岐阜美のカモ店という大戸屋のフランチャイズ店舗であったが、2008年6月頃に、大戸屋と店名を変更している。岐阜美のカモ店については、幹線道路沿いにあった看板などが突然塗りつぶされ、店名不明の状態での営業が1週間ほど続いた。その後、 看板などには、大戸屋の店名がペイントされたが、自体などは、大戸屋のロゴと告示していた。大戸屋側は公式サイト上で、大戸屋ご飯どころか上ヶ原店、大戸屋ご飯どころ、木踏みの鴨店は閉店し、同じ場所で営業している、大戸屋は、大戸屋ご飯どころの、類似店舗であるという説明をしていた。なお、大戸屋ご飯どころか上ヶ原店、大戸屋ご飯どころ、 キフミのカモ店をフランチャイズ経営していたのは、株式会社大和であった。その後2009年頃に、ミノカモ市にあった、ヤマトヤ店舗は閉店し、2020年2月現在、大戸屋ヤホーハンドコロミノカモ店として営業している。ありがとうございます。